ちゃんくん、おはようございます。またちょっと後ろに花を置こうかな。あれ、下がってきた。つらい。あれ、なぜだ。できました。はい、また仲良く並んでるね。はい、ジャン君の中からポンちゃんは初心者コース。あらいい感じなのに。下に落ちちゃったね。もっちゃんは嫌なんだ。はい、かわいい。
ちょっと広がっちゃってんのかな、こっちだと。ああ、なんかちょっと少しずつずれる。あと厚みもね。ここにあった段ボールを開けた結果、現在こんな感じになっています。この実験のような瓶の数は、これほとんどがジャン君、ポンちゃん、その他子猫ちゃんたちの毛です。そしていろいろこんなのがあったり、いろんなものがゆっと出てきました。はい。これからですね、部屋が片付いた暁にはこの子たちを、飾りとして使うんですが、ただのお飾りではなくてですね、動画の背景として、あと写真のね背景として、活躍していただきます。とにかく美しくて楽しい動画、これから目指していきますよ。でもここはすごい汚いです。今はね、うん、一旦は汚くなります。仕方ないです。これは太陽と月ですね。夫婦の太陽と月、これ獅子座と蟹座なんです。うちではね、黒犬が獅子座、太陽守護星、そして、マオイは蟹座、月が守護星ということで、前のうちではこれを使っていた。甘えてるんですか、ポンちゃん。はいはい。はい、ポンちゃん。はいはいはい。はい。はいはい。うん。はいはいで。はいはい。よいしょ。どこに連れて行くの？どこ行けばいいの？あ、ここですか。わかりました。はい。いいね。君たちも仲のいい太陽と月みたいな関係ですか？そうですか。じゃんけん、愛が溢れてるね。カメラが揺れちゃうんですけど。どんだけ君たちは仲良しなの？はい。仲良しジェントルマンとベレー帽。あ、落ちた。
この床が水浸しになっていました。トイレですね。ここのですね、ここのパイプの下、ここの、このネジの部分ですね、これが水源です。水が漏れています。あれかな、これ、あ、これ取れないのか。下から見える。大変です。明日水道屋さんにお願いしなければいけません。結構トラブルの多いうちですね。ひとまず段ボールの箱はなくなりましたが、少し残留物がありますね。これをちょっと避けて今日はお休みしようかなと思います。なんとなく少し片付いた感じでしょうか。はい、また明日以降頑張ります。